パート4です。女性天皇の日本史、一平先生にお聞きしています。パート3の最後で、孝憲天皇が調査されて、聖徳天皇に変わった。けれど、後継問題は何一つ解決してないよね。という、そういうところに話が及びました。この聖徳天皇の時にいろいろ醜聞めいたものもなんか伝わっているんですが、あれは全く歴史学から見ると風化ものなわけなんですよね。まあ、道教に関してはそうですね。もう完全分派もですね。はい。だからまあそういう正真正銘なものは一旦も置いといて、はい。で、この聖徳天皇の時にも相変わらず後継問題が出てくると思うのですが、この時後継問題をどのように解決したんでしょうか。もう天武系には駒がないような気がします。や、解決しないまま。あ、解決しない。だって解決しようがない。長屋とかの辺で、もう候補者全部皆殺しにしてるからでしょうか。というか、誰しもが納得する候補がいない。誰もが納得できる人はいない。では、事件はいろいろ起こってますよ。例えば、聖武天皇って光明氏以外にも奥さんいるんですよ。で、まあ、その不和の内、例えば不和内親王なんていうのが代表的な例なんですけど、これの夫、まあこれが塩焼き王とかって言ったりするんですけど、例えばまあこれが殺されてるとか、例えばそれの息子が、まあ、流罪になってるとか、実はだからいろいろあるんですよ。それをに、高校日本史でやらないだけです。塩焼き王、そして塩焼き王の妻が不破内親王、はい。そして、その息子さんがいた、ひかみのしけまろとかって言ったの？はい。皇位継承権あるわけですね、この人。いや、だから、聖武天皇の一応血が流れてるってことで言うと、いや、だから言い方良くないけど、誰でもいいわけじゃないですか、ぶっちゃけもう皇族の。そういう状況になってるんですね。だから、その中から、じゃあ、この人ですって言ったときに、誰しもが納得する理由があればいいんですよ。けど、なかったら、誰でもいいじゃないか、誰でもいいじゃないか、誰でもいいじゃないかってなるじゃないですか。塩焼き天皇はなんか自分がなんか、殺されるんじゃないかと思って、気狂ったふりしたみたいな話を聞いたこ白とが壁王はそうですよね。まあ、それは有名な話ですよね。ある。あ、白壁を。うん。あ、塩焼き王じゃなくて。そう、白壁王がそういうふうに振る舞ったっていうのは有名な話ですね。ああ、そ鍼うです灸ってのね。はまた別の人ですから。あ、失礼しました。白壁王が、なんはい。か狂っ酒に溺た。れてなんかっていう話は有名ですよね。で、その塩焼き王とさっきの不破内親王の息子さんっていうのも、流罪にされたってことはやっぱはめられちゃったんでしょうか。いや、だから結局なんでそうなるかっていうと、要は候補だからですよ。結あ、局。候補だから。だからそれを、例えば利用しようとする奴が出てくるわけですよ、簡単に言えば。まあ、いつの時代も君側の奸はいるんでね。だそうからすると。そういうのに対して聖徳天皇がうるさいって言って待ったをかけると、だってそれ処罰せざるを得ないじゃないですか。まあ、ってことです。ってことはさっきの白壁さんが狂ったふりしたのも、もう、そんなんがこっち降りかかってきたらたまらんってことだったんですね。そういうことです、そういうことです。で、結局解決しないとしても誰か立てないわけにいかないわけですから、結局どうなっちゃったんでしょうか。あ、ここで公認天皇出てくるんでしょうか。そうそう、聖徳天皇が亡くなったときに、まあ、太政官の一応総理で、まあ、後任天皇ですね。だから先ほど名前出した白壁王が出てくるんです。聖武天皇が亡くなられた。聖徳天皇ですね。聖徳天皇が亡くなっ失礼たしとましきた。に。聖徳天皇が、さっきの調査された聖徳天皇が亡くなられたときに、白壁王のこれ息が子さ即ん、位。いや、あ、白白壁は壁、即位して後任天皇。あ、さっきの狂ったふりしてたけど、ふりしきれなくなったってことでしょうか。いやいや、だから亡くなった後だから。じゃあもう、いやー、俺今まで狂ったふりしてたけど、あれ不利なんだよとかなんとかって言っいて。や、ただこれもこれでまた事情がありまして、なんでじゃあ後任天皇かっていうと、後任天皇って奥さんが聖武天皇の娘なんですよ。これがまあ有名な怒り内親王ってやつなんですけど。あ、奥様は、聖武天皇の娘さんなんはい。ですね。ってことは、ちょうどなんか、まあ、入り婿じゃないけど、なんか、以前の系統の女の人もらって、ちょっと権威づけするみたいな、そういう意味もあったかもしれませんね。いや、そうではなくて、その間に息子がいるんです。
あ、白壁王と伊上親王、内内親王親の王間に。との間に、はい。だから、それを子だったらいいじゃないですか。ってことは。に、ひょっとしてこの子が桓武天皇でしょうか。いや、違います。あ、その違う。人は、おさべ親王と、他のとって書いて、おさべ親王という、また別の。この人は長部親王。ははい。い。つまり、弘仁天皇の息子さんってことですね。そうです、そうです。お母さんは、イカミリ内親王。はい。で、この弘仁天皇も、さっきから話に出てる、お父さんは天皇じゃないのに天皇になっちゃったっていうお方なんですよね。で、はそい。れは結局、おさべ親王を天皇にしたいんですよ。なんでかというと、おさべ親王って、お母さん辿っていくと、聖武天皇の血が入ってるそうだから。ね。はい。うん。で、けど、お父さんが生きてるから、まあ、さすがにねってことでしょ。お父さんを飛び越して息子をってわけにもいかないんでってこと。うん、で、お父さんも白壁を、あるいは弘仁天皇もたどっていけば天武に行き着くわけですね、それはそれうで。ん、そうですね。うん。で、この長部親王ってのはどうなっちゃったんでしょうか。殺されます。あら。殺されます。父親によって。イカ公ミ認内親王とセットで。いかみ内親王とセットで。うん。しかも、父親に、公認天皇にってことですか？公で、認天こ皇はこ自が分での。すね、弘仁天皇からすると、彼天皇になったんだけど、まあ、要は、自分の息子への中継ぎなわけです。そうですね、はい。で、まあ、それが嫌だったんじゃないかと。いやー、まあ、ものは考えようで、おさべをお主に頼むとかって、普通に上位すれば、それで済む話のような気もするんですけどね。いや、だから自分が権力握り続けたかったんじゃないのかなっていう。ああ、どっか閉じ込められちゃったっていうのは、この母子ってことでしょうか、いそうかみさです。で、ん。同日に死んでるんで、まあおそらく殺されたんでしょうね。姫路城の天守閣にこの長部親王の関係するなんか場所があると私は聞いたことがあります。あ、そうなんですね。うそれんはちょっと初めて知りました。うん。うんうん。いや、天守閣にあるそうなんですよ。あ、はい。そう墓すはる。確か奈良県かなんかにあるんですけどね。五条市かなんかにあるんですけど。なんかなんで姫路と関係あるのかなとかと思った記憶があるんですが。うん。そうなんですね。あ、ちょっと調べてみて。それで、この後任さんっていうのは、でも、後継者を、亡き者にしちゃうと、ゆくゆくは自分が困るんじゃないでしょうか。いや、他に奥さんいて子供いますんで。ああ。はい。だから自分がある程度満足いくまでやった後は、まあその息子に譲ればいいんで、その息子がまあ噛めてるのなんですけど、山部親王って言われたんですけど。あ、ということで、山部親王と長部親王は、お母さんは違うけど、兄弟なわけですそういうね。ことですね。はい。ああ。ってことは、その山部親王も生まれるのがもうちょっと早かったら、長部親王みたいになってたかもしれないっていう、なんかそんなことなんでしょうか。まあ、そうですね。まあ、ただ、白壁をこれ即位したとき、弘仁天皇も62歳とかなんで、うん。約10年やって、で、まあ、その後、まあ、要は、山部さんにってこ山とで部っすてね。ことなんですけど、だから、おさべ親王だと、早く辞めて、もうおさべ親王にって声が出てくるんですよあ、ね。じゃあもう2、3年しかまだやってないのに、もう次はって言ってなんだよっていうふうに、白壁王からしたら、ちょっといたたまれなかったという、そういうこともまああったんでしそうょうですね。ね。まあそういうふうに理解するといいんじゃないかなと個人的には思います。そしてこの山部親王から、もう天武系ではなくなったというふうに聞いたことがあるんですが。まあそうですね。白壁王って天智系の天皇なんで。あ、白壁王、つまり弘仁天皇が天智系ってことは、桓武からというよりは弘仁からってことでしょうか。そうです。おじいさんが天智天皇なんでね。弘仁天皇の。ああ、おじいさんが天智天皇。はい。うん。ってことはもう、この弘仁天皇の即位によって、持統さんの夢、つまり天武で継承っていうのはついえちゃったわけですね。そういうことになりますね。はい。で、この、さっきお話に出た聖徳天皇で、
女性天皇ってのは一旦途切れるんですよね。はい、そうですね。はい。なんでかっていうと、まあ今まで見てきたのでわかると思うんですけど、女性天皇って結局、何らかの事情っていうのがまあ大きいわけですよね。例えばその争いを避けるためっていうのが一つだったり、あとはその本来の候補、まあ例えばその聖武天皇がまだ若いから、まあ元明元宗とつなぎましょうっていう、まあよく言う中継ぎってやつですけど、平安時代に入ると摂政が出てくるんですよ。で、摂政ってどういう役職かっていうと、幼い天皇でもいいから、その母方の親戚である藤原氏が摂政として補佐しますなんですよね。で、摂政がいるんだったら、幼い天皇でいいわけじゃないですか。そうです。ってことは女帝はいらないですよ。つまり30歳まで待つっていう、そういうことが必要ないわそう、けです必要ね。ないわけですよね。うん。で、あとは、その平安時代になるとですね、皇太子を決めるっていうのがある程度定着してくるんですよ。で、皇太子が決まるってことは、揉めはしないじゃないですか。な皇太子が次の天皇になることは間違いない。皇太子決めるときに揉めそうな気がしますそけう、ど。皇太子決めるときには揉めるかもしれないけど、その皇太子が決まってれば、じゃあこの皇太子が次の天皇ですねってなると、まあ、奈良時代ほど政争は多くはなくなるんで。だだからから、そうすると、女帝はますますいらないですよね。だから平安期から鎌倉期にかけて皇太子誰かっていうのが非常に話題になってくるのは、それはそういうことなんですね。そういうことですね。はい。ところが、一平先生、ここでじゃあ女性天皇っていうのはもう、必要なくなるのか、必要っていうか、もうなくなるのかと思いきや、江戸期に何度かありましたよね。そうですね。まあ、これも特別な事情ですよ、だから。では、その江戸期の女性天皇、ここに、パート5で話を持っていきましょう。